いけばなとは季節の草花をお客様とかシチュエーションに合わせておもてなしのために飾るという。いけばなを上達するということは、素材のことをもっとよく知ることだと思います。例えば、どんな風に花が咲いているとか、季節はいつごろ、そういう背景をどう作品に生かすかということがとても重要で、それをより深く表現できたときに上達するのだと思うんです。いけばなにおいてのプロポーションはとても大切なことですね。一番大切なことだと言ってもいいぐらいだと思います。いけばなのデザインで特に気をつけることは、素材それぞれの個性をどう生かすということかですね。自然のものっていうのは常にそれぞれ一つずつの表情があって、一つずつ全部違いがあるんですね。それをうまくデザインに取り入れて活かせた時にすごくいいものになります。